カポデーカピ、またはカポディトゥッティカピ、直訳で、ボスの中のボスはシチリア、またはアメリカのマフィアのボスの中でも、裏社会全域に対して非常に大きな影響力を持つボスを指す言葉、主にメディアや司法機関で用いられる。この用語は、1950年にキーフォーバー委員会によってアメリカ国内で使用されるようになった。キーフォーバー委員会で証言する、 フランク・コステロ・ウラ社会についての回顧録を残したことで知られるニック・ジェンティーレによれば、この言葉は1900年頃にギャングたちがジュゼッペ・モレロに対して用いていたという。その後、ジョーマス・セリアやサルバトーレ・マランツァーノといった有力なボスらがウラ社会を自身のもとに統制するために自らの称号として用いた。例えばマランツァーノはカステラ・ン・マレーゼ戦争での勝利後に、 カポディトゥッティカピを名乗り、ニューヨーク五大ファミリーの創設など、裏社会の大規模な整理と統制を進めた。こうした動きは大きな反発を生み、1931年9月に、ラッキー・ルチアーノの命令で、マランツァーノは暗殺された。ルチアーノはほぼ反対もなく次の、カポディトゥッティカピとなったが、この地位が、ファミリー間の構想や、別の野心的な人物の標的になると考え、 廃止を決めた。ルチアーノはボスたちの会合であるコミッションを通して影響力を持つ狙いもあったが、それぞれのボスたちは対等とし、この会合を通して将来のファミリー間構想を回避することを構想し、他のボスたちもこのアイデアに賛同した。こうして、マフィアの連合体であるコミッションは、アメリカ国内でのすべてのマフィアの活動を監視し、 ファミリー間の利害調整や調停する役割を果たした。コミッションはニューヨーク古代ファミリー、バッファローファミリー、及びシカゴアウトフィットのボスらを中心として構成されていた。ルチアーノが肩書きを廃止し、裏社会では用いられなくなった言葉であったが、後にカポデーカピという言葉が世間に知られた時、メディアなどでは最も影響力の大きなボスを呼称する言葉として、 ルチアーノ以降の裏社会の大物にも用いられてきた。具体的には、ルチアーノとその後継者であるフランク・コステロ、ビート・ジェノベーゼ、そしてボナンノファミリーのボスで1959年から1962年にかけてコミッションの議長を務めたジョーセフ・ボーナンノがカポデー・カピと呼ばれた。その後はカルロガン・ウィーノが台頭し、その死後は、 ガンビーのファミリーの代々のボスであるポール・カステラーのジョン・ゴッティがカポデー・カピと呼ばれるのに至った。ゴッティの没落後は、ジェノベーゼファミリーのボスであるビンセント・ジガンテが1992年から1997年までカポデー・カピと呼ばれたが、これが最後の使用例となった。なお、これ以降、ボナンのファミリーのボスであるジョセフ・マッシーノが2000年から2004年にかけて、 コミッションの議長を務めていた。シチリアのマフィア社会において、このような地位は存在しない。伝統的なスタイルのファミリーのボスであったカロジェロ、ビッツィンには、しばしば、ボスの中のボスと、メディアから称されたが、後に、司法取引を行って当局に、マフィア社会の実態を明かしたトンマー・ゾブシェッタのような、人物の情報では、そのような地位はなかったと述べている。彼らはまた、 ビッツイニがシチリアマフィアの支配者であったことも否定した。マフィア史の歴史家であるサルバトー・レルポはメディアが使用するカポデー・カピの定義には根拠がないと指摘している。それにもかかわらず、この用語は現在まで強力なボスに対する通称として頻繁に用いられてきた。1980年から1990年代にかけて、 これで大ネ氏のボスであったサルバトーレリーナやベルナルド、プロベンツァーノはメディアからカポデーカピと呼ばれた。ありがとうございます。